こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。私は喜多方くるみ、よろしくね。ということで、プレゼントが届いてるわよ。WBC を取るなど、なかなか好調な流れ。で、ここまで来ております。よって今回 WBC か SWBC に挑戦したいと思います。 SWBC はまだ辛いんで、WBC になるかと思います。さて、504キロか。なんか SWBC でもいい勝負できそうな気はするんですけどね。うん、何かよ。ケトレを続け反応はトップクラス。スタートがいいってことですよね。本来ならキングジョージ気合い入れていくわよ出せるんですが、気合い入れていくわよ。はい、ありがとうございます。ラッキーバヌシいきなり来た。大根来た。いい仕上がりだわ。何かよ。ここで WBC 行きましょう。の前に馬体重だよな。何かよ。502キロも変わらずですね、ピークは。では、2400かな。ターフ。戸崎騎手に引き続き依頼ということで、WBC の登録完了しました。前回は録画がうまくいかなかったんですが、今回はちゃんと見て、録画残るようにしたいと思います。はい、では結果が出るまでお待ちください。また後で。
はい、結果出たようですので見ていきたいと思います。1番人気か。1番人気は投票受付を開始します。ルートスプレンダー。あー、これ圧倒的に20丸取ってんな。こちらは1個も取ることができなかったというか、 SWBC3 着なんですね。これを見てても SWBC 出すことはまだ時期尚早だったなっていう気はします。WBC ターフ出走です。ファーイーストステーション、時を流れる中、ファーイーストで一番の歴史を持つ8枠11番、外から2番目ですね。スタートが鍵になります。いいスタートじゃなかった。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行グループからまず見てまいりましょう。一番の予感がします。上がってまいりました。その外からはイブンベイ、早くもルートスプレンダー先行ですね。そして4番手に3番エクラールであります。それからスパンキリキンバグン、この辺りちょっと離れている4番タイガーヒル、上がったら怖いぞ。それからシゲの馬体カステナンボであります。その外5番プリントシャー、そしてその後ろから片野マレイ、そのうちにコタシャン、ストーミングホーム、しんがりからエアドクターであります。さあ前の方はどうなっているのか。1番ルートスプレンダーが先頭です。ちょっと離されましてイブンベイ、10番ルソー、差が開いてエクラール、12番プロイバタイ、スカイキリキンバグン、ちょっと離れて4番タイマーヒルであります。2番カスカイキリキンバグン、5番プリントシャー、まもなくさあ川が流れていく。ルートスプレンダーは快調に飛ばしている。手には滝が見えます。カタロマレイと戸崎啓太、名コンビはここにいます。その後ろでやりましょうか。7番コタシャン、その外に8番ストーン、後方ですね。1番後ろに9番エアドクターでやります。さあ捉えられるのか。逃げ切りはなかなかないんですよね。大きくリード、WBC、あとはずっと下がって、これが6番イブンベイ。さあトライコはかなり差は広がってるが、白い帽子はルートスプレンダー、さあこのまま逃げ切ってしまうのか。体調に見えるがちょっと耐えてきたぞルートスプレンダー。残り300、まだ来ない、誰も来ない。ようやく来たフリントシャーだ。フリントシャーの方に先にやられてしまいましたね。逃げ切りはないんですけどね。先にいたのがフリートシャーだった。残念。1着5番、2着11番、3着1番。まあまだ SWBC を権利は持ってるんで、実績を上げて、挑みましょう。レースを終えた馬が戻ってきたわ。はい、というわけで、気合い入れていくわよ。というわけで連勝はストップ2着となりました。これから秋競馬が始まりますが、着実に実績
もう一度G1 でやり直す必要があるようです。まあ立て直しの機会ってことですね。はい、というわけで、また次回よろしくお願いします。よければチャンネル登録もよろしくお願いします。あと100人で1000人ですので、ぜひお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。